はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、群馬の桐生市にございます男気ラーメン赤木さんにお邪魔してまいりました。僕の動画でも何度もお世話になってるんですけれども、今回この赤木さんが新規店オープンしたということで、早速ね食べに行ってまいりました。以前からもうめちゃめちゃ大好きなラーメン屋さんだったんですけど、今回の新規移転オープンに伴ってラーメン自体のね、スープの作り方、麺の作り方なんかもいろいろとね変えたみたいなんで、めちゃめちゃ楽しみだったんですけれども、今回もすり鉢でね楽しんできてまいりましたので、早速本編の方へどうぞ。はい、いただきます。ちょっとね、麺が取れないんで、まず豚から。うめえ。うめえ。めちゃめちゃうまい。続いてこちらネギ、辛ネギでございます。めっちゃうまいんだけど、どうしよう。味玉ちゃんも。でかい。見える？これめっちゃでかいんだけど。
れ卵忘れてた。ということで、こちらラストでございます。ああ、まあ、ごちそうさまでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回いただいたラーメンね、めちゃめちゃうまかったです。スープ自体のね、まあ油、肉感、骨感と、もうすべてがね、トップクラスで、バランスもビタビタにちょうどいい感じです。うまく全体がまとまっている、ハイレベルな、もうバランス型の二郎系ラーメンって感じでした。こういうバランス系の二郎系のラーメンって、もうめっちゃめっちゃ難しいんですよ。全体的なバランスを取ると物足りなさを感じたりとか、ちょっとねスープが薄っぺらく感じたりする場合が結構あるんですけど、赤木さんのスープはね一切その物足りなさを感じさせません。材料とかもねとにかくがっつりと詰め込んでいるので超濃密で分厚いスープなんですよ。かつ油なんかもねしっかり効いてるのでまろやかさもあってめちゃめちゃうまかったです。で今回ねスープだけじゃなくて麺も変わってるんですけど、以前は少し乾水の香りを感じて表面もねちょっと溶けながらコシのある麺だったんですけど、乾水の香りも少し弱まって食感の方ももっとバツッとした噛み応えのあるねコシの強い麺になっておりました。またねこれがそのまろやかなスープにめちゃめちゃ合うんですよ。もちろん麺とスープだけではなくてトッピングのお肉とかもね超絶品でございます。動画見てくださったらわかると思うんですけど、トロトロのホロホロ今回のラーメンまとめると麺もスープもトッピングももう最高の一杯、超ハイレベルな絶品の二郎系ですので、ぜひね皆さんも男気ラーメン赤木さんのラーメン食べてみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。